お、こんにちは。こんにちは、こんにちは。よいしょ。ちょっとね、11時過ぎぐらいに家を出ます。よいしょ。それまでちょっと準備が早く終わったので。配信をしております。ちょっと換気しようかね。こんにちは。あ、みんなありがとうございます。なんかあれかな。換気をしよう。よし。換気して、綺麗な空気にして、家を出ましょう。ピノちゃんね、ねえよ。よいしょー、こんにちは。総村くんさんいらっしゃい。北脇さんナイス虹サポです、ありがとう。こんにちは、ラジオなんです、ごめんね。ちょっと部屋の中動き回りながらおそらく配信するのでなんかせっかくなんで空き時間にもね、こうやって配信していきたいなって思いまして、思いました、思いまして。あー、しょうちゃんさんありがとうございます。交換は鳴らしますありがとう、ナイス緑タコ、ありがとうございます、心強い。そうなんです、今イベント参加中で、この食欲の秋タコっていう緑のタコを集めております。よかったらね、こちらの絵もお願いします。タカさんありがとう、ウエッチさんナイス、心強い、ありがとうございます。ちょっと換気しながらね、おしゃべりしてるので風の音とか、あの私も動きながら配信してるのでガチャガチャすると思いますが、チェルシーさんナイス、ありがとう。あ、黒井さんいらっしゃい、サブスク登録したありがとうございます。そうなんです、私あのインスタグラムで健康と美容に関してのちょっと深掘りした内容をシェアするためにインスタグラムでサブスクを解禁いたしまして、もしよかったらね、あのファンクラブとはまた全然全然違うことをやっていくので、よかったら皆さんぜひぜひインスタのサブスクもご登録ください。結構あのインスタのサブスクとかだと、毎日例えば私結構自炊するんですけど、基本的にすごく健康的な面でこういろいろ考えて献立を作ったりしてます。あと今結構その野菜の高騰とかがすごいじゃないですか。だから結構そのスーパーとかも私も1週間に絶対3から4回ぐらいはスーパー行ってるので、3日4日ぐらい必ずスーパー行くので、その時になんかまあこういう野菜が今高いけど、安い野菜、安いというか比較的高騰があまりない野菜、安定してる金額が安定してるお野菜とか、みんな結構その千円札握りしめてスーパーに行ったら3日分の献立ができますとか、結構そういうところもシェアしたりとか、基本的にはねそういう誰でもできるような健康美容、お金をかけなくてもみんなが生活の身の回りにあるものでできることとか、逆にちょっとこう月一で頑張って手をかけてる美容とか、あと私が表にあまり発信していないお守り美容って言ってるんですけど、心身ともに健康でいるためのお守り美容とかもインスタのサブスクの方で解禁していきます。よかったらね、基本的にはあのこれから健康とか美容とかそういう心身ともに健やかにっていうのをテーマにインスタは運営していこうと思うので、よかったら皆さんぜひぜひご参加ください。一休憩してたら通知来た、しょうちゃんさんありがとうございます。そうなんです、あともうちょっとで11時5、6分ぐらいに
ちょっと終わっちゃうんですけど、よかったらぜひぜひご参加ください。ありがとうございます。でも結構健康とか美容ってさ、意外と興味ない人も多いんだけど、逆に最近ちょっと年齢的になんか目を向け始めましたっていう人とかもいるので、よかったら男女問わず、インスタグラムのねサブスクの方では男女問わず楽しく見ていただけるんじゃないかなと思います。あ、みんな来てくれてる、すごい、ありがとうございます。きっと多分コメントできないけど、なんか移動中に聞いてくれてる方もいるのかな。薬膳料理とか作ったりしてるんですか？薬膳料理はね、作ります。結構薬膳ってなんかそう難しそうに思われるんですけど、結構その専門店とかに行くと本当にお鍋に入れるだけで大丈夫とか、意外とあの手頃にちょっとのひと手間でできちゃうので、薬膳料理というか私が一番好きなのは薬膳スープカレー。私カレーが大好きなんですよカレーが大好きで、ココイチのカレーが大好きなんですね。でもココイチのカレーってやっぱりさ、ちょっとなんだろうな、一番私が好きなのはロースカツカレーがロースカツが乗ってるロースカツカレーなんだけど、まあちょっとカロリー高いじゃない、油じゃないね、ちょっとまあ他のカレーに比べると多分にちょっとこうしょっぱみがあったりとかするから、本当にたまにね月に1回ご褒美で食べたいなっていうココイチのカレーなんだけど、基本的に自分でカレーを作る時っていうのが、あの薬膳スープカレーっていうカレーを作るんだけど、すごくあの美味しいです。よかったら今度シェアさせてください。基本的にね、なんかあまりこう表には出してないんだけど、結構私は隠れ健康オタなのでそういったところをねシェアしていけたらなって思います。で割と私結構庶民派なので、全然本当になんだろう、結構そのお金をあまりかけずに、いかにお手頃に上手に料理を作れるかっていうところにフォーカスしてるので、結構皆さんの身の回りにあるスーパーとかでも楽しんでいただけるメニューとかもお届けできるかなっては思います。薬膳料理いいよね。やっぱこれからの時期すごい寒くなってくるので、なんか私は本当に冷え性なので、体を温めるっていう、そのあったかいものばっかりいっぱい取って温めるとかそういうことではなくて、体の内側から熱をこう上げてくれるというか、代謝を上げてくれるような料理、スーパーフードとかもこれからはねいっぱい出てくるので、よかったらぜひぜひあのインスタのねサブスクの方でちょっと深掘りした健康美容をみんなとシェアしていきたいなって思います。そちらの方では基本的にあの本当に質問していただいた内容とかについて、あのワードとかについて、ワードテーマかな、テーマとかについて発信していこうかなと思ってます。すごいたくさん聞いてくれてる、ありがとうございます。カレーは確かに、でもカレーは飲み物よな。しかも私結構、まあ、好み分かれると思うんですけど、ドロっていうカレーよりかは割とこうスープみたいにサラサラしてるカレーの方が好きで、同じ人いるかな。よいしょ。薬膳料理店に、あ、そうなんですね。そうなんだ。結構あとスパイス使ってる料理とかも好きで、スパイシーな。最近結構その
中目黒にスパイス専門店ってお店があって、中あ目黒かな、そのスパイス専門店に行ってスパイスみんな好きカレーが好きだからスパイス好きなんだろうね。カレーライス好きな人いますか？ごめんね、ちょっとドアを開けてるのでちょっと外の音が聞こえます。よし、皆さん移動中かな。フーハさん運転中です。よいしょ。よかったらね、皆さん全然お気軽にコメントください。あれか、でも両立してる、お仕事両立してたらなかなかコメントできないよね。ごめんね。お、すぐりいらっしゃい。地元のスープカレー、え、いいな、スープカレーのお店があるの？あ、ジンギスカン太郎さんありがとう、2時変わってきた、ありがとうございます。よかったらぜひぜひ皆さんコメントください。ピノちゃん、犬が吠えましたピタンいいね、そこいいね、ねんねーだよピノちゃん。よいしょ、ありがとうございます。今日お休みの人いるのかな。すぐりナイス、ありがとう。緑だこ、マーチーさんこんにちは。ちょっとごめんなさい、9月のお礼画像あと5人分私送れてなかったので、え、この後一斉に送ります。よいしょ。先月からね、あの1ヶ月の応援してくださった方の上からトップ5の方のみ画像を送ってたんですけど、ちょっと9月から9月分からは上位10名の方に画像を作ろうかなと思って、あと5人分送れてなかったので送りますね。よいしょ。お休みいいですね、タカさん。お休みの日って予定を詰め込むタイプですか？その日の気分で動くタイプですか？私、事前に予定を立てられない人間なんですよ。朝起きると気分が変わっちゃっててああ違う、これじゃないってなるので。ディアブーローさんいらっしゃい、ありがとうございます。のむのむさんいらっしゃい、ありがとうございます。なんかね、毎日計画立てて行動できる人間になりたいです。突発的に判断、あ、本当ですか、一緒だ、その日の気分これ食べたい、あ、ここ行きたいみたいな感情のまま生きてます。旅行とかその日の、旅行とかもそうなんだ。でもわかるかも、1ヶ月先とかの予定ってあんま立てにくいよね。あ、旅行ってそれか、行った時に旅行行った場所でどういう風に、あ、でもわかるかも、私も全然そう。京都に行ったところでなんかこういうのがあるなっていうのは
何個か目星はつけてるけど、なんだろう、毎日なんだろうな、ついてすぐどこに行ってどこ行ってどこ行ってみたいな計画は立てないかな。基本的にはもう、だってそこの場所に行ってさ、もしなんだろう、そこの場所が良すぎてもうちょっと長くいたいなって思ったら、長くいたいタイプですから。赤ちゃんさんいらっしゃい。福山むっちゃんさんいらっしゃい。ありがとうございます。そう、家出る30分前ぐらいに配信始めました。ピノちゃん、ピーちゃん、かわいいね、見てんの？ピノ。あ、カレーライスさんいらっしゃい。さっきカレーの話してました。よかったら皆さんね、コメント送れる方コメントください。これから出発。そうなんです、これから私は お仕事に行ってきます。なんか両立して聞いてくれてんのかな、みんな。よいしょよいしょよいしょ。一日旅行先でホテル周辺の、あーでも全然いいですよね。なんか海とか、なんて言うんだろう、例えば家族がいてプールに行くとかだったら、一日ここで遊ばなきゃいけないっていうあれがあるけど、なんか一人でまったり旅行に行ったりとかするときって、もう好きなように動きたいですよね。のほほんさんいらっしゃい。ひでさんありがとう。よいしょ。別の施工面接に、お、頑張って。一人で旅行するとそんな感じです。いいな。私今京都に一人旅行きたくて、でも日帰り？日帰りで行きたいなって思ってます。行けるかな。私犬飼ってるので、なのでちょっと犬を預けるっていうのがストレスになっちゃうから、あまりやりたくないなと思って、ちょっと日帰りでできるプチ旅行を探してます。鎌倉とか行きたいな。鎌倉とかだったらすぐ行けんのかな。でもこれから寒い時期だからなとかいろいろ思ったり。多分さ、行くなら今が一番いい季節ですよね。10月、11月入っちゃうと寒くなりそう。一人プチ旅行やった人いますか？よくやる人。なんか旅行が趣味って人いるじゃないですか。いろいろ聞きたい。いいな、プチ旅行行きたいな。タカさんこんにちは。紅葉綺麗なとこ行きたいよね。あと結構私は神社巡りとか好きなので、お寺とかそういうとこも行きたいです。あ、僕のせいださん、ありがとう。モンブランいただきましたよ。ありがとう。ケーキとクッキーモンスタークッキーモンスターみたいなやつ。まことさんいらっしゃい、二度目まして。もふもふさんこんにちは。よいしょ。
弾丸で名古屋ひつまぶし食べてする帰ってきてお前に友人と、あ、いいねそれそういうのやりたい。会議終わったらにじかちゃん配信始めてて、もふもふさんお疲れ様です。でももうあと10分ちょっとぐらいで出ちゃうんですよ、私も家を。海指さんいらっしゃい。ありがとう。二度目ましてさん多いですね。ありがとうございます。ほおずきさん、ヤフカラさん、イシピーさんありがとう。二度目ましてさん大歓迎です。ぜひぜひ皆さん、ルームフォローしてください。よいしょ。そして私はインスタグラムでサブスクを解禁しました。サブスクってどんなの？っていう感じなんですけど。まあ、サブスクリプションっていうインスタグラムで限定で登録してくださってる方だけが見れるコンテンツを公開していくって形です。よかったらね、結構その健康と美容をワードにテーマにこれからちょっと発信していくので、インスタの方はよかったら皆さんご登録ください。すぐりありがとう。基本的にその健康とか美容のテーマ以外にもちょっとこうプライベートも入れながらやっていくので、がっつりっていうよりかはまあちょっとこう深掘りしたところをお見せできたらなって思います。なので男女問わず、なんか本当に顔から粉が吹くぐらい乾燥が気になりますとか、スキンケアやってんのに乾燥するんですとか、なんか頭痛持ちで改善方法ないですかとか、なんか結構いろいろ皆さん日常生活の中でこうあまりこう周りの人とかには相談できない不調とかいろいろあると思うんですけど、あとそういったこともねシェアしていただいたら相談に乗っていけるようなコンテンツにしたいなって思ってます。もふもふさんありがとう。今何時だ？よいしょよいしょ。ありがとうございます。たくさんの人が聞いてくれてる。ありがとうございます。よかったらね、私はショールーム、毎日夜とか基本的に顔出しで配信しております。歌を歌ってることが多いです。よかったらぜひぜひ皆さんルームフォローしてくれるとありがたいです。名古屋のひっくんさんいらっしゃい。つん、なんて読むの、つん太郎さんなんて読むんだろう。ありがとうございます。ホテルだったら旅行先行けるんだよね。では確かにね、でもやっぱさ、なんか難しいよね。犬ってさ、自分のこう慣れた匂いというか自分の匂いがある場所じゃないと落ち着かないじゃないですか。ホテルとかどうなんだろうなと思って。今日何時からやりますか？早かったらね8時ぐらいにはやりたいなって思ってます。ワンさんいらっしゃい、ありがとう。基本的にね夜の配信とか、まあ昼も顔出ししてるときは歌を歌ってることが多いです。よかったら皆さん歌リクエストとかぜひぜひ来てください。コキパンさんいらっしゃい。トーモンさんナイスです。ありがとう。美味しそう。ビール好きなんですか？ありがとうございます。間もなく11時。私もね、今からちょっとお仕事に行ってきたいと思います。今日も、東京はちょっと曇って、じめっとしておりますが、頑張ってきます。ケイくんさん、はじめまして、ありがとう、初コメ。嬉しいですね。ありがとうございます。
太陽持ってるな。晴れが好きです。よいしょ。でもなんだかんだ今の気温が一番心地いいよね。よし。よしよしよし。夜から雨が降るそうです。なるほど。ありがとうございます。タッキーさんいらっしゃい。真田さん初訪問ありがとうございます。よし。あ、たまゆらさんありがとう。時間やとまれさん、ひろぴーさんいらっしゃい、ありがとう。よし。よしよしよし、たっきーさんありがとう。表示されない、あれ。ありがとう。緑タコ、ナイス。たまゆらさん、タッキーさん、ありがとうございます。サグリンもありがとう。サリランさん、こんにちは。ありがとうございます。今日は二度目ましてさんと、初見さんが結構多かったです。ありがとうございます。よし、すごい600盛り上がりありがとうございます。私はねちょっとお仕事に今から行ってくるのですが、夜もね元気に配信するので、よかったら皆さんぜひルームフォローしていただいて、通知が来るようにしてくれてたら嬉しいです。ありがとうございます。そして、何回もお話ししちゃってるんですけど、インスタのサブスクを解禁しました。よかったらね、インスタグラムでぜひぜひ皆さん、ちょっといろいろ健康とか美容とかね、その他いろいろご飯とか、私食べるのも大好きなので、ご飯とかもいっぱいシェアしていけたらなと思ってます。よかったらインスタグラムのサブスクの方もぜひぜひ皆さんご参加ください。あ、アンナのソラさんから来てくれた、アンナチさん、すすむむしさん、ありがとうございます。ぜひまた来てください。ではでは皆さん、またね。私はちょっとお仕事行ってきます。じゃあね、今日も一日頑張ろうね。ということで、2時間のお昼のゲリラトークルームでした。ありがとうございました。